苦難のシリーズ、苦難のシリーズってちょっとあれですけど、苦難から栄光のシリーズです。苦難から栄光のシリーズの3回目をお話したいです。 This is the third part of the Glory from Trials series。 またオンラインを来ている方がいらっしゃったら、ぜひこの中から今コロナやいろんな状況の中で苦しみや苦難というものを通っていらっしゃる方も多いんじゃないかなと思います。People, if you're watching online, everybody here has been going through a lot of trials in this corona situation. ですから、このような中で私たちは一番頼れるのは神様の言葉なんです。In this kind of situation, the word of God is what we really need. 今日も神様の言葉に期待して読んでいきたいです。今日のタイトルは苦難の中の慰めというタイトル。So today's theme is comfort in suffering. 慰めについて話したいです。The comfort. まあ1回目、苦難においての栄光、苦難においての恵み。先週はヨセフの話をしました。Last week I was talking about the grace in the suffering and I talked about us through Joseph. まあヨセフの人生というのは苦難の中にあったけど実り多かったんです。Joseph was fruitful even in the trials. でこの真理は非常に聖書の真理だと思うんですけど、神様苦難を取り除けることもできるんですけど、時々私たちはそこに置かれることがあるんですね。God can take away those sufferings or trials, but He will sometimes let us stay in that. その中で神様が私たちにしたいことがある。Because when God wants to do something through the trials. 私はこのことを覚えます。苦難の中でしか経験できない神の慰めがあるということ。I know that there's a comfort that we can only experience.決して調子がいい時とかありますよね。なんかうまくどん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 うまくいく時もあります。Sometimes your life's going great. Everything's doing great. ね、もう合格した、給料あった、ボーナスアップ、昇進、you know, 彼女できた、結婚式できた、子供できた。早いな。でもそうやってずっとそのような祝福ばっかりの時には経験できないものがあるんです。You know, you gotaccepted, you got graduated, you got promoted, you got married, have kids. There are so many blessings in you. There's something, but there's some comfort that you cannot experience in those moments. だからここに御言葉にとどまって今日聖書を読みたいです。第二コリントの7章の7から4から7節をまず読みしたいです。So let's read from 2 Corinthians 1, 4 to 6.神はいかなる患難の中にいる時でも私たちを慰めてくださり、また私たち自身も神に慰めていただく、その慰めをもってあらゆる患難の中にある人々を慰めることができるようにしてくださるのです。英語でいく？英語読む？なし？あ、なし。なし、OK。それはキリストの苦難が私たちに満ちあふれるように、私たちの受ける慰めもまたキリストによって満ち溢れているのです。私たちが患難に遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。慰めを受けるなら、それはあなた方の慰めであって、その慰めは私たちが受けているのと同じ苦難に耐えさせる力になるのです。同じ第二コリントの7章の4、あ、ごめんなさいね、先ほどは第二コリントの1章の4から6です。次7章の4から7読みたいと思います。私にはあなた方に対する大きな確信があります。あなた方について大きな誇りがあります。私は慰めに満たされ、どんな苦難にあっても喜びに満ち溢れています。マケドニアに着いた時、これパウロです、私たちの身には全く安らぎがなく、あらゆることで苦しんでいました。外には戦いが、内には恐れがありました。6節、しかし気落ちをしたものを慰めてくださる神は、テトスが来たことで私たちを慰めてくださいました。テトスが来たことだけなく、彼があなた方が受けた慰めによっても私たちは慰められました。私を慕うあなた方の思い、あなた方の深い悲しみ、私に対する熱意を知らされ、私たちはますます喜びにあぐれました。アーメン。Amen. 一言お祈りします。天のお父様、今日あなたの慰めを知りたいです。人の慰めでなく、Not for man. また同情心でなく、Not for pity. 主がどのほど憐れみ深いかを知ることができますように。But to know, how graceful, merciful you are. 一人一人が神様、苦難の中で耐え忍ぶ力が与えられますように。Lord, help us to receive the strength to endure in the trials. あなたの心を教えてください。
Let us know your heart. イエス・キリストの名前によって祈ります。In the name of Jesus, 皆さんで、Everybody says, Amen. Amen. ここを見るときに、パウロが宣教する中において大きな痛みを経験したと書いてあります。You read these scriptures, you can see how Paul was going through pain. でもその中でパウロは神の慰めを求めました。But in midst of that pain, Paul seek for God's comfort. 皆さんにとって神様が慰めですか? Is God comforting for you? 私たちには慰めが必要です。We do need comfort in our lives. 私にも慰めがあるんですけど、My comfort, 苦しみの中で慰めがあります。In my suffering, ああ、これを見てると慰められるんですよね。Feel comforted. 家に帰ると、あらららら。When I come home.どんだけ人が去ってもこれ去らないですこの人は No matter how people leave this 絶対に僕がどんだけねあのなんていうかな汚くても寄ってきてくれます He will always come to me no matter how rugged 無条件で愛してくれます He will love me unconditionally もう疲れたと思って帰ってもペロ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 して慰められる When I'm so exhausted I come home and he come and lick my face ねはい、はいはい、皆さんにとって神様が慰めでしょうか Is God comfort for you? 裁き主じゃないんです神様は He's not judge? パウロは宣教の働きの中でトロアスにいるときに宣教の扉が開かれているしかしコリント自分が愛するコリントの教会にですね大きな問題がいくつも出てきて彼は気落ちしました When Paul went to Troas, he went, but there are so many situations in Corinthians, and he was disappointed. Paul にとっては愛して作った教会が本当に崩れていくのがもう痛くて痛くて仕方なかったんです。For Paul, it was so painful for him to see the church that he built, started is crumbling. Paul はこのことをこう書いてますね。マケドニアに着いた時、私たちの身には全く安らぎがなく、あらゆることで苦しみました。外には戦いがあり、内には恐れがあったって。Paul describes that like this in chapter in verse 5. For even when we came to Macedonia, our bodies had no rest, but we were afflicted at every turn, fighting without and fear and within. そして神様はテトスという人を通して彼をまた教会を慰めたんです。And he comforted the church through Titus. 時々、まあ、ホア君じゃないけど、あの犬じゃないんだけど、来てくれるだけでね、なんか慰めのような人っていますよね。It's like there's a person, somebody like, just feel comforted when you just see them. あなたにとってどうですか? Who is that for you? この人来たら慰められるな。Oh, this comforting person for you. 案外僕、あのゆきち君はそういう慰める人です。For Pastor Masato, seems like I am comforting person. なんかゆきちに会うと、なんかなんとなく慰められるんですよね。励まされます。Encouraging? なんでかわからないです。I don't know why. I don't know なんか裁かれるような気がしないです。I don't feel like I'm judging. Yes, that's. なんか緊張もしないです。And feel nervous? ね、私たちそういうもの、多分ゆきち君は僕が慰める人になってるかどうか緊張するでしょうかな。そんなことない。あ、嘘だな。緊張はしない。緊張はしない。今更緊張しない。Not nervous anymore. Not like I'm not like comforted. But I don't know what's going on. まあ、冗談も含めて私たちにとってイエス様は慰めるし近寄りたい方なんです。But, however, God, Jesus is a comfort for us. 今日もここにイエス様おられます。Jesus is here. 聖霊がおられます。The Holy それをあなたを慰めたい、励ましたい。He wants to comfort you. He wants to encourage you. 慰めるってどういう意味があるでしょう What does comfort mean? まあ、辞書で調べると、いたわる。In the Japanese dictionary, it says, 相手を大切にしてね、元気つける。To care and encourage. 心の悩みについて解決を与える。And give resolution in their suffering in their mind. また、悲しんでる、苦しんでる人に優しい言葉をかけて、心を和やかにする。And give warmth in their heart when they are sad or worried. また、慰めとは、心を潤いを与えて楽しませる。Or it says, nourish their heart and give joy. なんか慰めって言うとなんかかわいそうによし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 とこう同情して
こうズブズブとこう沈んでいくという言葉ではないんです。Sometimes comfort feels like sounds like it's just such a pity or giving and just drowning, going deeper. パウロは苦難の中で大きな神様の働きをしなければならなかったです。Paul had to do a big work of God in the trials. そこには必ず裏切りがありました。And he experienced a lot of betrayals. 迫害がありました。And discrimination. そしてコリントの教会の問題はずっと皆さん読んでいてごらん、ものすごい大きな問題です。And what happened in Corinthians is a big issue there. その中でパウロが立ち続けたのは神様の慰めを強く求めたからです。Paul was able to receive that because he sought for God's mercy. 苦難の中で私たちというのは一つ目、苦難の時こそ神の恵みが満ち溢れるんです。In the midst of the suffering, His mercy and His grace overflows. 私たちが問題で苦しんでいる時ほど神の憐れみ、慰めが満ち溢れてるんです。When, especially when we are suffering in that moment, His grace overflows. だから私たち神様慰めてって求めるべきなんです。So we should seek Him, Lord, comfort me.第2コリントの1章4節、神はいかなる患難の中にいる時でも私たちを慰めてくださり、それはキリストの苦難が私たちに満ち溢れているように私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているのです。 2 Corinthians says who comfort us in all our afflictions for us for as we share abundantly in Christ's suffering, so through Christ we share abundantly in comfort. 皆さん、あらゆる患難、あらゆる苦しみ、もうどん底と言えるような状況の中で満ち溢れるのはキリストの苦難が溢れるように、またキリストの慰めも溢れると書いてます。 It says, in all of our affliction, in all of our trials and suffering, we share abundantly in Christ's suffering, so through Christ we share abundantly in comfort. 神様の心です。 This is God's heart. イエス様の心です。The heart is Jesus. それは私たちが苦しみの中にいればいるほど、あなたが私の慰めを求めてほしいという。He says, the deeper we are in sufferings and afflictions, he wants us to call for his comfort. 苦難の時ってもう慰めも何もないじゃないですか。When we are in the sufferings, there's no comfort. もうその苦難、苦しみの方が大きすぎると考えます。It's just that suffering is just too big. でも今日知ってほしいんです。But I want you to know today. その時でしか慰め求めないんです、私たちは。But that's the only place we can call for comfort. 聖書の中にあるダビデが本当に苦しい時、もう大きな罪を犯して、もう自分はダメだ、死刑だという時にほど、神を救ってください。慰めてください。何度も何度も詩篇に書いてますね。David writes his heart in song so many times. The deeper he goes through, he goes trial when he commits sin, he made mistake. He seeks for his grace and mercy and comfort. それはダビデが神の慰め恵みがどれほど大きいか知っていたからです。Because David knew how big the God's comfort is. 私たちはね、泣く時があります。Shed tears. 喜びの涙も流すけど、sometimes a tear for joy. 悲しみの涙も流します。But also for tear of sadness. でもそのような時、聖書こう書いてます。But the Bible says, 悲しみ、嘆いている人は幸いです。そういう人は慰められるだろう。Bible says, Matthew 5:4, God blesses so those who mourn, for they will be comforted. なんかクリスチャンって言ったらいつもハレルヤって喜んでないといけないなっていうような、なんか先入観がある場合がありますね。Sometimes we feel as Christians we should be rejoicing all the time. 僕は前の教会で本当大きな、どういったら大きなというか、自分の中で20代で大きな課題があった時、本当弱ってですね、礼拝に行ったんです。When I was young, when I was in my 20s, I had going through a trial and I was weak. まあ前の教会非常に元気な、ハレルヤ参照しようってみんなでハレルヤハレルヤという教会でした。やってみようか。The church I used to go, was like praising the Lord all the time, so powerful. It's like let's praise, give praise, hallelujah. そして前の教会ではね、ジェスチャーでね、こうやって賛美する時あったんですけど、みんなで。And we give gestures, motions as we praise.
知ってる人はいるけど、もう本当お遊戯みたいにね、日の昇るところからってやるんですよ。And we sing like this with our hands. そういう教会ありますよ。There is some church like that. うん。そしてでも僕の心も全くね、もう日が昇らなかったの。But my for me it's like there is no sun rising there. でも恥ずかしいし、このもするのも、しょぼんと。Yeah, I didn't want to do that. I was just. そういう時熱心なね、教会のね、田中さんという人が来るんです。アンパンマンみたいな顔して。It was this great man. 本当アンパンマンみたいな。Came with Tanaka. そしてね、細いがない。It's like brother で細い。ハレルヤです。ハレルヤ。今日は主の日です。This is the day of the Lord. 一緒に日の昇るところやりましょう。Okay, let's do this together. 一緒にね。Okay, let's do this together. 僕は。Like, oh, right. 日が沈むんです。Yeah, I feel like the sun just going down. 非常にきつかったね、正直ね。You know, to be honest, it was difficult for me. ね、いや、田中さんいい人ですよ。I love that guy. うん、とってもそういうもう天真爛漫な方。He was just a joyful man. でもね、クリスチャンもいつもいつも日が昇る時じゃない時があるんです。But in our lives, the sun is not always going up. それで大丈夫なんです。But that's okay. なぜなら神様の恵みを神様の本当にいたわりを経験する時が必要だから。But we need to experience His comfort, His care in our lives. じゃあ世の中にある慰めと神様から来る慰めはどう違うんでしょう。But what is the difference of the comfort in the world and comfort from God? 神様の慰めは完璧です。His comfort is perfect. そんなうちひしょれてるのに、ハレルヤ言いましょうって神様言う。He won't just force you to wake up and rejoice. 心地よい心で。His comfort is. 神の慰めはね、神の御言葉によってです。Comfortable because his word is his comfort is through his words. 神様の慰めはあなたに与えられるね、聖書の言葉を通してあなたを慰めるんです。He gives comfort through the word of God. 作家として有名な渡辺和子さんという方ご存知でしょうかね。One of the famous writer, Kazuko Watanabe. 岡山にあるノートルダムの精神、女子大学の学長をしておられたときに、When he was chief of Notre Dame in Okayama. 彼女は本当に学長という立場とその宗教主事というかそういう大きなプレッシャーで鬱になられました。She was the chief of the school and also the chief of the religious government. そして神戸の病院に入院されて、まあ、更年期のそのようなどう言ったらいいでしょうかね、体のこともあったそうですけど、それでうつで苦しまれたんです。She was going through her things her age and she was going through depression.うつの時というのは必ずですね、ネガティブに考えてしまいます。And when you are in depression, everything in your mind, 彼女は病院の窓から飛び降りたいなと思う誘惑に駆られました。She was always tempted to just jump from the roof. 鳥居を見るとそこで首を吊ったら楽かなという思いがやってくる。When she sees a tree, she was tempted to hang. そういう苦しみがずっと続いたんですけど。She was going through that sufferings. 病院の、まあ、治療によって良くなっていきます。And through treatment in the hospital, she got better. でも10月が来て。ね、そして彼女が学校に戻らなきゃいけない、仕事をしなきゃいけない、かなりプレッシャーだった。The school year was back and she had to go back to her school. その時に彼女はね、残酷って日記に書いたそうです。仕事に戻るのは残酷。And she wrote in her journal that this is cruel. そんなある日、まあ、礼拝の中でいつも読んでる聖書の言葉が朗読された。In her school's time of worship, she read, they read, this scripture. それはですね、百人隊長がイエス様と来て言う聖書の言葉です。It's one of the scripture where, the soldier comes to Jesus. 彼がこう言うんですね、主よ、私のしもべが中部で苦しんでいる人を助けてください。This man says, help my servant. マタイの8章7節にこう書いています。その時、イエス様が言った言葉です。私がそれを聞いて、私が聞いて言ってあげようよ、言ってあげるよ。And the Bible says, Jesus said, I will go and heal. それを聞いていたイエスが、私が行って直してあげるよ。
Jesus heard this man suffering and he said, I will go and heal. 彼女はこの聖書の言葉も何百回も聞いてるんですけど。And this woman heard this scripture so many times. 私が行って治してあげるよ。I will go and heal. 私が行って治してあげるよ。I will go and heal. このイエス様が行って私を治してくれると。Jesus will come and heal me. その言葉が心に染みてきたときに、自分の鬱が癒されていくのを経験したそうです。When she heard this word of God sank in her heart, she felt her depression was going away. 皆さん、今日イエス様言うんですよ。私が医者であるイエス様があなたのところに行って治してあげるよって。Jesus, ね、the healer is telling you today, I will come and heal. 医学で治らなかった、またプレッシャー、いろんなシチュエーションの中で私たちは心が本当に辛くなります。Medication couldn't heal the situation, might not been better, but we, when we are down like that. そういう時イエス様はどう言うんですか？ Jesus says, 頑張りなさい。He doesn't say, 直してきなさい。Oh, get better, do better. あなたはこうやってるからこんな鬱になったんです。もっと早く対処しなさい。Oh, this made you depressed. You should have done this. イエス様は言わないんです。That's not what Jesus says. 原因を問わないんです。He won't accuse you. そうせざるを得ない。原因があったことをイエス様は知ってくださってるんです。Because he know how you couldn't help. そしてイエス様が私が行って治してあげるよって。And he says, I will go and heal. 僕もこの慰めを病気の中で経験しました。I experienced this comfort in my disease. 和子さんの経験と同じ経験しました。Went through exactly same, what this lady did. でもその時の私に対してイエス様は同じように直してあげるよと言ってくれたんです。And Jesus told me exactly the same, to heal me. だから神の言葉を慰めの言葉として読んでください。So I want you to read the word of God as a comfort for you. 詩編の119編、悩みの時に私の慰め。まことにあなたの御言葉は私を生かしますと詩編の119編50節でダビデが語ってます。David says in Psalms 119, this is my comfort in my afflictions that your promise gives me life. ダビデは言うんです。まことにあなたの御言葉が私を生かします。アメン。Truly, this is my comfort. イエス様の言葉が私を慰めます。Your word comforts me.ですから私たちは時々人の慰めを神の慰めよりも求めちゃいけないね。So sometimes it's easy to seek for comfort of man, but not from God. 神様の慰めの方が大きいです。But his comfort is bigger. 神の御言葉によって。In the word of God. 2番目。Second. 慰めが苦難を耐える力となるということ。The comfort gives the strength to endure. これを教えられるんですね。慰めが耐える力になるんです。The comfort becomes our strength. 逆に言うならパウロがこのような大きな神様の働きをやり続けることができたのは慰めを通して忍耐を得たからです。The reason why Paul was able to endure through this suffering, he was able to receive strength through these comforts. 皆さんは忍耐をどうもらいますか？神様から。What do you feel about endurance? もっと頑張るべきだっていうのも忍耐するということの一つの火をつけますけど。When you say like, oh, I gotta do better, I should be better, that could give you endurance. 長続きしないです。But it's not gonna last long. でも犠牲を払う。You know, それも長続きしない。Give more sacrifice. 皆さんは忍耐をどのようにされますか？ How do you endure? 忍耐が大事と私もスポーツの世界で言う。忍耐が大事、腕と腕ですね。忍耐が大事。In sports, in the realm of sports, and you know, like enduring and doing a lot of work. でもパウロは知ってたんです。自分の忍耐が神の慰めから来てること。But Paul knew his endurance come from God. ぜひ知ってください。I want you to know 自分の忍耐力が神の慰め、優しさ、いたわりから来てる。Your endurance come from His comfort, His mercy. 苦難が私にキリストの苦難が満ち溢れているように私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからです。Whereas we share abundantly in Christ's suffering, so through Christ we share abundantly in comfort. 私たちが苦しいな、大変だなという時、神様がそれを理解しておられます。God knows when we are going through sufferings. キリストの苦難が満ち溢れているように、
share abundantly in Christ's suffering. イエス様の苦難を私たち思い出します。When we see the suffering of Christ, イエス様は無実の罪を背負わされました。He was committed, イエス様は中傷誹謗されました。Deemed sin, when he was innocent, お金で売られました。He was sold for money. バカにされました。He was made fool of. 故郷、ナザレからそんないいものが出るかってイエス様は言われました。People told, there's no one like that from Nazareth. 犯罪人、同人にされました。He was made a criminal. 恥をかき、裸にされました。He was made ashamed. 痛みつけられました。Ripped off his clothes, and he was... それは私たちが苦難の時に背負う痛み、苦しみを代わりに引き受けるためだったんです。Whips, so that we can...これ恵みの言葉ですよね。キリストの苦難が満ち溢れていますように私たちの受ける慰めもキリストにあって満ち溢れているというんです。We share abundantly in Christ's suffering, so through Christ we share abundantly in comfort. 皆さん、神様の憐れみ、神様の慰め、その大きさを理解します。We know, we see the abundance of His grace. そしてイエス様は3日目によみがえってくださったんです。And Jesus resurrected after three days. 神の子として、神としてよみがえってくださった。He resurrected as God. だから私たちは苦難の時、それの忍耐する時、イエス様の十字架を見上げるべきです。So when we are in suffering, when we are in midst of suffering, これは不思議な神の方法なんです。We should look up to Him, the cross. これもう本当に理屈じゃないんです。And this is cannot 苦しい時に、ああ私はダメだ、私はこうだった、こんなことされた、こうとずっと言う時に、イエス様が十字架にかかった、イエス様が唾をかけられた、イエス様が本当にバカにされた、イエス様裸で槍に通された、イエス様のことを思う時に、同時に私たちに慰めが満ち溢れるんです。 When we see our suffering and we look up to his cross, what he has gone through, we can receive his comfort.なぜでしょう。Why? まず第一ペテロの2章24節。First Peter. ここにこう書いてます。自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義に生きるためです。キリストの打ち傷、傷のゆえにあなた方は癒されるのですって書いてます。He himself bore our sins in his body on the tree that we might die in sin and live to righteousness. By his wounds, you have been healed. 不思議なんですよ。もう本当に苦しくて痛くてって、その苦しみがイエス様の十字架見上げて、そしてイエス様流してくださった血を思い出すとき、そこに本当感謝するときに、その痛い苦しみがね、スーッとなくなっていくんです。Was so painful when it hurts in your heart, and we look up to the cross and see what Jesus has gone through, our pain will immediately go away and be comforted. 私たちこの祈りをするお互いにすることができるんです。And we can pray like this to each other. ヤコブの5章16節。James. ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。 James 5:16 says, therefore confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of righteous person has great power as it is working. もちろん苦難の時に山にこもりずっと断食し祈ることもイエス様されましたし、大事なことです。Yes, Jesus has gone through trial as he was in the wilderness and praying and fasting. でもいつもなんか3日間断食して山に登ることできないね、今の現代で。But we cannot like just go to the mountains and fast and pray and isolate yourself all the time. だからヤコブの手紙こう書いてるんです。お互いにその痛み、苦しみ、失敗、罪を言い表して互いに祈りなさい。So that's why in James says, confess your sins and confess your weakness and pain to each other and pray for each other. 癒されるためです。That you will be healed. 義人の祈りは働きます。Prayer of righteous man
gives power. 僕と妻の中でもずっとこのことに目が開かれて。And I was open. We were open our eyes in our marriage. ね、苦難の時、いろんな苦難の時を通りました。We gone through a lot of sufferings and pain. がんにもなりました。I suffered from my cancer. そしてうつにもなりました。Gone through depression. そしていろんな人間関係の課題の中でどうしよう、ああしよう、ああしようと、もう本当に苦しい状況を通りました。It was a lot of relationships. We were suffering. What should we do?でもその時にお互いにそのことを持ち出して祈り合ったんです。妻が明かしてくれたんですけど、ちょっと家族のことですごく痛かった。でもあなたが祈ってくれた時、その痛みがねスーッとなくなったんだと。なんか夫婦だからいつも一緒にいるから、そんななんかこうわざわざってね祈らなかったんです。You know, because we are always together, we're married, we didn't have much opportunity to do was pray for one. でもあ、この祈りは大いに力があるんだ。But the Bible says there is a power in this prayer. 祈りが力あるというよりも、その祈りを通して神の慰めの満ち満ちた中から癒しが起こるんだ。Amen. Through prayer, we receive this abundant power of God, of healing. 私たちが痛いとき、私が苦しいときほど天国の預金、慰めの預金は増えてるんですよ。So when we are suffering, this 株買ってる人ならその株価が上がってるんです。This bank of comfort. ダムで言うならその水がもう溜まってるわけです。Is growing in there. だから一緒に罪を告白し、痛みを言い合い、祈り合うときに、告白するときに、その慰めが降りてきて、その人が癒されるんです。So that's why when we pray, we confess each other, when we pray together, that will come down and we be healed. 今日知ってください。I want you to know, 神の慰めは苦難のときに満ち溢れてる。His comfort overflows in suffering. 逆に言うなら、苦しければ苦しいほど、神の大きな恵み、慰めを経験できるんだと。The more suffering we go through, the more bigger the grace and mercy we experience. だからお互いに祈り合いましょうよね。So let's pray together. ね、なんか落ち込んだらお互いにこのこと落ち込んだと。Pray for one another when we are disappointed, when we're down. 特に夫婦でやってください。Especially encourage you to do that in marriage. 男同士でやってください。And for your friends. 男同士が祈り合うんです。And men friendship. 逃げないで。Just don't hold back.またかっこつけないで、just don't pretend. 何でも聞かれてるような雰囲気やめて、just stop pretending like you're always fine. そういう時あるよね。なんか大丈夫っす。You know, you just want to say this, I'm okay. 本当にひざまずいて、ゆきちこのこと祈って、please pray for me. Kneel down. Why? 俺のこのことを祈って、 please pray for me. 今落ち込んでんだよ。 I'm just so feeling down. ねえ、このことを祈って、 I want you to pray for me.祈り求めてください。This phrase, それは勇敢なことです。男が祈ることは勇敢なことです。祈ってあげることは勇敢なことです。そして主はその祈りを聞かれます。もう一度言いますよ。主はその祈りを聞かれます。癒してくれるからです。今日知ってください。神様はそれを慰めを通してあなたを忍耐強くしてくれるんです。He will give you endurance through his comfort. 詩編の23編の4節、たとえ私、ダビデの言葉、たとえ私は死の影の谷を歩むとも患いを恐れません。あなたが私と共にいるからです。あなたの鞭とあなたの杖は私を慰めます。Amen. In Psalm 23, it says, Even so, I walk through the valley of shadow of death. I fear no evil, for you are with me. This rod is not for to hit you, but for the enemy. This rod is not for to hit you, but for the enemies. Yes, 様は神様は羊飼いです。Jesus, God is a shepherd. 鞭で叩きます。He hit away. そして杖というのは先が丸くなってて、あなたがどっか行ったらキュッと首を。と首を持ってちゃんと正しい道に導いてくれる杖なんですよ。Staff of the shepherd is to guide those sheep. キュッとこうやって。It's just like so, like this. Yes, come here this way. It's like it's shaped like this. 私
私はどっか行ってしまいます。は、間違った道に行ってしまいます。You wander away, we wander away, and it comes this way. 皆さん、イエス様の杖があります。それが慰めだって。His staff, his イエス様の杖が慰めだって。His staff, his イエス様の鞭が慰めです。相手をあなたが戦う必要ない。悪魔にはイエス様が戦ってくれるんです。We don't have to fight because he'll fight for us. 悪魔にはイエス様が戦ってくれる。Jesus fights for us. そしてイエス様はすでに十字架で勝利を取られた。約束なんです。Has made victory. 私たちはありがとうを受け取ります。今日信仰に立ちます。We stand in faith. イエス様の約束に立ちます。アメン。Stand in his promise. 男性たち、アメン。Amen for men. ね、この辺向かって喋ろう。約束に立とう。Stand in the promise. 約束に立とう。Amen. アメン。Amen. よってる、よかった。そして三つ目、これ最後です。Okay, last. あと二本。神の慰めを受けて、私たちも人々を慰めよう。Receive God's comfort and comfort others. 神様の慰めを受けて、you receive God's comfort. 私たちも人の慰めになっていこう。And we become comfort for others. ね、裁く人じゃなくて、we're not, don't become 指摘する人じゃなくて、not to point out. あなたを通して慰めが届く人。So to deliverer of comfort. 何か道理を説明する人じゃなくてね。Not to explain. 私は時々正しいことを説明します。We want to explain what's right. 時々人間関係でもないですか。こうなって、例えば大きな風邪をひいた。あ、それは風邪ひいたのはこうだってこうだってこうやってマスクしといて、こうちゃんと寝てたらね、ならないようね。If somebody got a call like, oh, if you do this and do that, you just wear a mask, you just sleep properly, then you can avoid it. 私たちが失敗したとき、あの忘れ物したとき、あれこうちゃんとこうやって A、B、C やってたら忘れないよね。If somebody forgets something, oh, if you should do this and this and this, you don't forget anything anymore. おっしゃる通り。Oh, yeah, that's true. 言う通り。Yes, that's true. でも、慰め。But where's the comfort? 私たちどっちでしょう。Who do you want to be? Do you want to explain what's right? 一緒に立ってます。We're standing together. 一緒に立ってます。We stand together. 神の言葉に立とうよ。Stand together in the word of God. イエス様逃げないよ。Yes, Jesus is there. イエス様と一緒に歩もう。Let's walk together with Jesus. 僕もあなたの失敗であなたを裁かない。I'm not gonna judge with your mistakes. 一緒に乗り越えようよ。Let's go through this together. それが慰めです。That's the comfort. Amen. 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 His call の家族の皆さん。Family, His call. そのような家族でいてください。I want you to be. 私たちは完璧じゃないです。That kind of comfort because we are not perfect. 私たちは罪人の頭の集まりです。We are.A bunch of head of sinners. でも一緒に慰めの人、励ましの人として一緒に立ちましょう。But let's stand together as comforter of others. 今世の中を見るとき、コロナで本当に苦しんでる人たちいっぱいいます。You look at the world, society, everybody suffering. 私たちの思いをね、その人たちに向けましょうよ。And let's give our hearts to those people suffering there. 皆さん、このネットの社会で中傷誹謗して本当に命を捨てる人の数の多さを祈りましょうよ。There's so many internet bullying, experiencing, getting depressed. コロナでたくさんの会社が潰れて、そして家族がバラバラになって、そこで本当に苦しんでいる人たちのために取りなす教会になりたいです。So many companies are bankrupt and closing their business, and their families are suffering in this situation. この教会の運営において神様が立ち上がってくれてます。And God is rising in this situation. そして神様がリードしてくださってます。And God is guiding us, leading us.私たちはそういう人の友となりたい。Hey, I want to be a friend for them. 今日苦難の時こそ神の恵みが満ちてるということ。アメン。In his 引き出そうね、祈りよって。In our trials, his 一緒にお互い祈って神の恵み、慰め引き出しましょう。And let's それが忍耐となるということです。あなたの肉的な力が忍耐になるんじゃないんです。霊的な神の憐れみ深い十字架にかかってまであなた愛してるって言った慰めがあなたの忍耐になるんです。It's not our own flesh and strength, 教会の忍耐になるんです。His cross of comfort. その忍耐を通して得た恵みが人々を励ますんです。In that comfort 彼のおかげですか。励まされました、あなたのいやいや、イエス様のおかげだよ。Is what we can deliver to others. 栄光はイエス様だけだよ。All the glory to him.
栄光は全部 100% イエス様だけだよ。All the glory to him, completely to him. なぜ Why? イエス・キリストの苦難はイエス・キリストだけで十分だった。Because アメン。His suffering was enough. 今日お祈りしましょう。Amen. どうぞ立ち上がってください。Let's pray, let's stand up together. どうぞ目を閉じて。Let's close our eyes. 今日イエス・キリストを見上げよう。Let's look up to Jesus. イエス様の十字架。His cross.イエス・キリストの打たれた傷、The pain he's gone through. イエス・キリストの罵倒された、He was mocked. イエス・キリストの刺された脇腹、His wounds on his sides. イエス・キリストに唾をかけられました、He was spat on. イエス・キリストの苦しみ、The suffering he took. でもイエスの心はこうだったんです。But his heart. あなたのためだ。Says for you. 私がそれを引き受けるため。I took this for you. 私はそうすると、いや、もったいない、イエス様。We can say, like, no, Jesus, you don't have to. イエス様言うんです。これがもったいなかったら、if I didn't have to. 私とあなたの関係で私がなした十字架無駄になっちゃうよ。It's my cross I took for you for this relationship. 今日それを受け取ってくださいってイエス様言ってます。He's saying, receive this.Takes this. 私たち言いたい、それ私のためだ。This is for you. この朝、Today, this morning. 私の慰めのためだ。Is this is for your comfort? 日本人はちょっと遠慮します。でも私、慰め必要なんです。You Japanese people, we can tend to hold back, but this is for you. 私、救いが必要なんです。If you say this is for me, I need this. 神様、それは忍耐を作るから。Is that brings your endurance?今日私を慰めてください、立ち上がらせてくださいという方、手を挙げて教えてくれますか。If you want to receive his comfort today, 自分の力で忍耐してた、でも神の慰めだった。ごめんなさい、神様、自分の力で忍耐しません。神様の慰めで、憐れみで、神様の恵み深さで私は忍耐を得たいですという方、手を挙げて。If you were trying to endure with your own flesh, their own flesh, 今日聖霊が働いてます。If you want to receive his comfort to endure the situation, raise your hand.御言葉が励ましてあるように慰めになるように Father, この朝イエス様求めます。ここにあなたの息子娘がいます。肩書き置いてます。ただお父さん、so、天のお父さん、 Father, 私たちはあなたの憐れみが必要です。 we need your comfort, 私の心の傷の癒しのためにあなたの慰めが必要です。 we need your comfort to heal my heart.奥さんとの関係、旦那との関係、子供との関係、親との関係の中にあなたの慰めが必要です。We need your comfort in relationships and families. このようなコロナの中で立ち上がっていくその忍耐、あなたの慰めが必要です。I need this endurance to go through, walk through this situation. この日本や世界が動いているその苦しみの中で人々の慰めになるために、そのためにあなたの絶大な満ちた慰めが必要です。今日注いでください。 Lord, I need your comfort to be a comfort in this situation to the world. 少しの時間受け取ってください。 I want to take this moment to receive. あなたが個人的に慰めを引き出してください。神様、 personally withdraw his comfort from heaven. The Holy Spirit's work. イエス様の慰め、恵みを引き出して神様求めます。 seek.受け取ります。 Receive. 今日癒しが起こるように、心の痛みがなくなるように、 I pray for healing. 湧き上がるものでいっぱいになるように。 Just overflow, overwhelm is overflowing. 聖霊が慰め主です。 Comfort. 今来てください。 The Holy Spirit is the comforter. Praise Jesus.イエス様、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 あなただけしか来ない慰めを、あなたしか持っていない慰めを、十字架の痛みを通してでなければ来ない慰めを今一人一人注いでください。The comfort only could come through the cross.
私を慰めの人に作り変えてください。裁く人でなく私を慰めの励ましの人に作り変えてください。 Lord, transform me into, from, the judge from, to the comforter. イエス・キリストの名前によってThe name of Jesus, I pray. Amen. 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 もう一つ聞きたいです。I want to ask you one more thing. 今日イエス・キリストを受け入れたい人。If you want to receive Jesus in your life. 自分の罪に裁かれて罪責感持ってる人。Maybe you were feeling condemned. イエス様十字架で痛んでくれたんです。Jesus took all the pain on the cross. そしてあなたのために死んだと言ってくれたんです。He said he died for you. そしてそれ背負わなくていいよ。You don't have to.Carry that. あなたを捨てない一緒に行くよってイエス様言ってくれた。Jesus say, そのイエス様信じたい方手を挙げて。I'm with you. アメン。アメン。はい、ありがとう。もう一度イエス様離れてた。もう一度イエスキリスト、神様イエス様の本当にその臨在、神様がいることを受け取っていきたい。イエス様ともう一度つながりたい方手を挙げて。If you want to be connected with him one more time. はい、ありがとう。If you want to feel his presence today. 信仰が命あるものになりたい方。If you want your faith.To alive again, that's what you're seeking today. Can I see your hand? 天のお父様、Let me pray for you, Lord God. イエス様を送ってくれて感謝します。Thank you for sending Jesus Christ. あなたの大事な一人をです。Your beautiful Son of God. 私の罪のため、失敗のため、恥のため。For my sins, my mistakes, and my それを帳消しにするために送ってくださったことを感謝します。My shame, you have sent your only Son, and thank you for that. あなたのおかげで私は許されました。I am forgiven for you. 感情なくても許されたものです。義とされました。And I am forgiven and I am made righteous. 今日受け取ります。I receive that truth today. 私と一緒に歩んでください。Lord, walk with me. 天国行くまで、永遠まで。Until I go to heaven, till the eternity.よろしくお願いします。I ask you. イエス様のお名前によって。In the name of Jesus, pray. Amen. 何人かの方、イエス様信じてありがとう。勇気を感謝します。じゃあクリップ最後に読んで終わりたいと思いますけど。Let's read this together. 一緒に、ビデオを見ている方も一緒に読んでください。If you're watching online, もう一度確認しながらね、この言葉告白しましょう。皆さん告白には力があるので、ね、悪魔も告白します。私たちは意図的に告白します。そして、ね、信仰を受け取りましょう。3、はい、イエス様、私を愛してくれてありがとう。私の心に入ってきてください。私の人生を導いてください。イエスは私の主です。英語で Dear Jesus, thank you for loving me. Come into my heart and lead my life. Jesus is my Lord. もう一度イエス様だけに栄光を返しましょう。イエス様ありがとう。御言葉を感謝します。アーメン。